こんにちは、エバとたけしです。今回は、疲れている恋人に話を聞いてもらいたいと思う自分が悪いんですかというテーマでお話ししていきたいと思います。不満というのは、自分の思い通りにいっていないという不快な気持ちです。現状に満足していなくて、イライラしているということです。 人生は思い通りに行かないことだらけなので、イライラすることが多くなるのは仕方がないことです。自分の思い通りにいっていないことをそのままにしておくということを繰り返すことで不満が溜まっていきます。常に多くの不満を抱えることで、常にイライラすることになります。自分の思い通りにいっていないことをたくさん抱えることで、不機嫌な毎日を送ることになります。 私たちはすべてを思い通りにいかせることはできないので必ず不満になります。そして思い通りにいっていないことを思い通りにいかせることで不満が解消されます。一つの不満が解消されてもまた新たな思い通りにいかないことが出てくるのでまた不満になります。そしてまた思い通りにいっていないことを思い通りにいかせることで不満を解消します。私たちは イイイイライラララししたらをイライラを解消すす。るとということを繰り返します不満がたまるのは不満が解消されないからです。ではなぜ不満が解消されないのかというとそれは何が自分の思い通りにいっていないかが分かっていないからです。自分を苦しめている問題がわからなければ答えを考えることもできません。1たす1という問題がわからなければ答えることもできません。 お腹が空いていることに気づかなければ、どうすればお腹を満たすことができるだろうかと考えることができなくなり、ご飯を食べればいいんだと答えを出すことができなくなります。なので、ずっとお腹が空いているという不満を抱えることになります。お腹が満たされないというイライラ状態が続くことになります。何が自分の思い通りにいっていないのかを忘れてしまうのは、 それ以外のことに気を取られてしまうからです。思い通りに言っていないことを思い通りに活かせるためにはどうすればいいかと考えられなくなるのはそれ以外のことばかり考えてしまうからです。例えば恋人が話を聞いてくれないという不満があるとしたら恋人に話を聞いてもらうためにはどうすればいいかと考えることができます。それなのに話を聞いてもらいたい という目的を達成することより、何が正しくて何が間違っているか、どっちが正しくてどっちが悪いか、と判断することに気を取られてしまうことがあります。寂しがっている私の話を聞いてくれないあなたは間違っている、いや、疲れているから話を聞きたくないと思う自分は間違っていない、と議論することで、どうすれば思い通りに言っていないことを思い通りに生かせるか、 とと考えることを忘れてしまいまいすどちらが正しくて、どちらが間違っているかを決めることに忙しくなり、不満を解消することができなくなります。不満を解消するためには、自分が何を求めているかを忘れてはいけません。私は話を聞いてもらいたいんだと忘れずにいることで、じゃあどうすればいいかと考えることができるようになります。 話を聞いてもらいたいのに聞いてもらえないと問題に気づくことで、もしかしてあの人は私が寂しがっていることに気づいていないのかもしれない。だから寂しいから話を聞いてほしいって素直に伝えてみた方がいいかもしれないと考えられるようになります。ということで、ずっと不機嫌な状態が続いているというのは、ずっと思い通りに言っていないことがあるというだけなので、自分がダメだから、 ということではありません。イライラ状態が続くのは、問題に気づいていないから、問題が解決されていないというだけです。なので、ずっとイライラしている自分はダメだと自分を責めないように気をつけてほしいと思います。そんな時は、何が自分の思い通りにいっていないのかと考えてみてほしいと思います。問題がわかれば、どんどん解決策が出てくるから大丈夫と自信を持っていきましょう。 私は自分の望みを叶えます。私は不満を解消するための行動を起こします。私はうまくいかせるためにはどうすればいいかと考えます。私は間違っていないことを証明することより目的を達成することを選びます。 私は正しいことを証明することより望みを叶えることを選びます私はイライラする自分はだめじゃないということを知っています私は自分を満たすための行動を起こします私は人を責めることより自分を満たすことを選びます 私は不満を解消して自分を楽にしてあげます。私は自分をイライラさせている問題に気づくことができます。